こんにちは。歴ショックです。今回は、源頼家、実朝兄弟は、なぜこんなにも性格が異なるのか考察します。兄弟で性格が異なるのは当たり前ですが、頼家と実朝では、同じ鎌倉殿という立場にありながら、まるで、正反対の活動をしています。兄の頼家が、御家人との衝突も辞さない、武闘派の将軍であったのに対し、弟の実朝は朝廷に接近し、官位の昇進を図る政治的な面を見せており、両者の印象は大きく異なります。武芸一つとっても、頼家は狩猟を好むなど、武士的な性格であった一方、実朝は武芸は不得意で、和歌など貴族的な文化ばかり好む、武士らしくない性格です。もちろん、生まれ持った体格の違い、鎌倉殿になった時代の違いはありますが、10歳近く年が離れていた頼家、実朝の生育環境の違いも、二人の性格の差に大きく影響していると考えられます。源氏将軍家、ひいては鎌倉幕府の運命を決めたとも言える二人の将軍の性格の違いを、二人の生まれ育った環境の違いから考察していきます。武人頼朝と貴族頼朝。兄弟で異なる父親の姿。頼家と実朝は、兄弟といえども、年が10歳離れており、生まれた時の環境が大きく異なります。頼家は1182年の生まれで、頼朝が打倒平家の挙兵をしてから2年余りが経った頃に生まれたことになります。この頃の頼朝は、まだ東国で勢力を確立したばかりで、木曽義仲や平家などの勢力も健在でした。頼家が物心ついた頃に、やっと壇の浦の戦いで平家が滅亡し、源氏の悲願が達成されます。ですが、頼朝と義経の対立が始まるなど、緊迫した状況が続いており、平和とは程遠い時代でした。頼家が7歳の時には、頼朝は大軍を率いて、奥州藤原氏との戦いである奥州合戦に出陣しています。奥州合戦は、頼家にとって最初で最後の父の頼朝が武家の棟梁として戦に向かう姿を目に焼き付ける機会となりました。戦地へ向かう物々しい御家人たちの姿も、幼い頼家に武家の棟梁は武士を率いて戦場で戦うものだと認識させたことでしょう。頼家は源氏の棟梁頼朝の後継者として幼い頃から武芸を叩き込まれたと考えられ、その甲斐もあって、吾妻鏡には、武芸に関する頼家のエピソードも多く残っています。さらに頼家は、10歳の時に多数の御家人を引き連れて巻狩を行い、御家人たちが見守る前で鹿を射止め、頼朝の後継者であることを周囲に示す機会に恵まれました。大軍を率いて、事実上の軍事演習である巻狩を行ったことは、武家の棟梁として御家人を統率するのが自分の役割だと、頼家に肌身で感じさせることになったと思われます。こうして、武闘派将軍、源頼家は出来上がったのです。頼家は、叔父にあたる源義経や源範頼らが、父によって追討される姿も、幼いながら見ていたでしょうから、源氏の棟梁の座の重みも、頼朝並みに理解していたでしょう。こうした頼家の経験が、後に、弟の実朝の擁立を図る北条氏との対立や、叔父のあの全成の討伐につながっていきます。一方、源実朝が生まれたのは、源平合戦、奥州合戦が終結し、頼朝が征夷大将軍に任じられた1192年です。実朝が物心ついた頃には、頼朝は戦に出ることはすっかりなくなり、むしろその目は京都に向いていました。頼朝は、後白河法皇の死後、朝廷に接近し、娘の大姫を後鳥羽天皇の妃にし、自身が天皇の外戚となることを狙っていました。実朝が3歳になった1195年には、頼朝は、政子や頼家、大姫を引き連れ、2度目の上洛を果たしています。頼家が、奥州合戦に向かう武人頼朝の姿を目に焼き付けたのとは対照的に、実朝は自身の娘の入内を目指す貴族頼朝の姿を目に焼き付けることとなったのです。この頃の鎌倉は京都との交流も多くなってきており、頼朝や政子たちも御所内ではしきりに京都の話をしていたことでしょう。もちろん鎌倉殿として御家人たちの統制も行ってはいますが、それ以上に京都の貴族とどう渡り合っていくかが頼朝の頭の中を支配していた時期でもあります。
頼朝は実朝を特に寵愛したと伝わっており、頼朝も戦の話ではなく京都や朝廷の文化の話を実朝にもしていたはずです。武家の子として実朝も育てられてはいますが、鎌倉中の目が京都に向いており、御所内でも京都の話が盛んにされている中で、頼家と同じような武家の棟梁のイメージを持つことは難しかったでしょう。こうして実朝の中では頼家以上に京都の存在感が大きくなっていったと考えられます。乳母の家で育った頼家と親族の元で育った実朝、両者を分けた乳母の違い。頼家と実朝は育て親である乳母の養育環境も大きく異なります。頼家は母の北条政子の元を離れ、乳母の比企氏の館で成長しました。このこと自体は武家の子としては普通で、頼家は歴代の源氏の棟梁と大きく変わらない環境で育ったことになります。一方、実朝の乳母は母の政子の妹である阿波局が務めました。これは長男の頼家が比企氏と一体になって育ったことを後悔した政子が、実朝は手元に置いて育てたいと希望したからとも伝わります。その結果、実朝は叔父の阿野全成、叔母の阿波局および御所勤めの女房たちの手によって育てられることとなりました。一般的な乳母の家で育った頼家と血縁的にも近い親族の元で育った実朝では、女性関係、信頼できる家臣の有無という点で大きな違いが生まれました。比企氏は比企能員を中心に頼家に娘を嫁がせ、北条氏のように源氏将軍家と縁戚関係になることを狙っており、頼家が女性と触れ合う機会も積極的に作っていました。実際に頼家は16歳の頃に比企能員の娘の若さの局との間に長男の一幡を設けています。若さの局は正室ではなかったとされており、その後も頼家は加茂重長の娘との間に工業を、他の女性との間にも子を設けています。反対に実朝には比企氏のように実朝の子を欲しがるような一族は現れませんでした。12歳にして後鳥羽上皇の義理の妹にあたる西八条前儀を正室に迎えたきりで、子作りを推奨してくるような勢力も現れず、結果として実朝には子ができることはありませんでした。後鳥羽上皇の妹が御台所ということもあり、御家人たちも自分の娘を実朝に近づけづらかったのかもしれません。この結果、実朝は頼家に比べ女性に触れ合う機会が極端に少なくなり、源氏将軍家の跡継ぎ問題へと発展していくことになります。乳母との環境の違いは側近勢力の有無にも影響を与えました。頼家には比企能員の子供たちが幼い頃からそばにおり、乳母子として固い信頼関係で結ばれることになります。比企宗和、時和兄弟などは頼家が13人の合議制に対抗して組織した近十五人衆にも名を連ね、足立景盛の妾の連行など頼家の手足となって働きました。最終的に比企一族は頼家の子一幡と共に続滅してしまいますが、頼家にとっては年の近い信頼できる側近がいることは心の支えになったことでしょう。ですが実朝には比企時和のような信頼のおける乳母子はいませんでした。あの全成は早退であったことから、息子の雷禅などは早くに出家しており、あの時元も父が討たれてからは勢力はほぼなくなっており、実朝を支える存在にはなっていません。実朝は北条泰時や和田義盛の孫和田知盛を重用はしましたが、一蓮托生の信頼関係を築くには至りませんでした。実朝は頼家と比べても武家の棟梁としての環境に恵まれていなかったとも言え、この環境の違いは実朝を朝廷、後鳥羽上皇の元へ接近させる原因ともなってしまいます。父頼朝の穴を埋めた君主後鳥羽上皇。頼家と実朝の生育環境の違いの中で最も大きかったのはやはり頼朝の存在の有無でしょう。頼朝は1199年に亡くなりますが、この時に頼家は17歳に達しており、元服も済ませていました。頼家はまだ若く未熟だったものの、自分の目で見てきた頼朝の姿を胸に、自分なりに鎌倉殿として政務をこなしていきます。一方、実朝は頼朝が亡くなった時にはまだ7歳でした。
貴族と渡り合う頼朝の姿を見てはいたものの、期間は短く、父親の薫陶を受けて育ったとはとても言えません。乳母のあの禅嬢も、頼朝死後の御家人たちの抗争に巻き込まれ、実朝が11歳の時に亡くなっています。頼家も御家人たちと対立し、必死に鎌倉殿として日々戦っており、10歳年上といえど、とても親代わりとはならなかったでしょう。実朝は父親不在の中成長することになり、兄の頼家の後を継いで12歳で鎌倉殿となります。何もわからないまま鎌倉殿となった実朝の前に現れたのが後鳥羽上皇でした。後鳥羽上皇は元服に際し自ら実朝の名を命名しており、形上ではあるものの後鳥羽上皇が親代わりとして実朝の元服に関わったということになります。後鳥羽上皇に実朝の名をつけてもらったことは、当時としてはとても名誉なことで、12歳の実朝にとっては、深く心に刻まれたに違いありません。親を早くに亡くし、自らを導いてくれる存在のいなかった実朝の前に、幼い頃から目を向けていた京都の後鳥羽上皇が、突然親代わりとして現れたようなものです。当時は、朝廷は絶対的な存在でしたから、実朝も無意識のうちに父の影を追うように君主としての後鳥羽上皇を追うようになったと言えます。武人としての父親の姿が目に焼き付いている頼家だったならば、朝廷を押さえつける方向に動いたかもしれません。ですが実朝は娘の入内を目指していた頼朝の影響で、幼少時から京都に目線が向いており、頼家以上に朝廷への憧れが強かったと考えられます。実朝は成長すると北条義時や北条政子から独立し、自ら鎌倉殿として政治を執り行うようになります。その政策の中には後鳥羽上皇の政策を踏襲したものも散見され、鎌倉殿として自立しても実朝は朝廷を尊重する姿勢を崩さず、むしろ見習う意識が強かったと考えられます。後鳥羽上皇の傀儡になったとは言えませんが、自身の官位を上げていくことで朝廷権力と結びつき、源氏将軍家の価格を上げることで御家人たちを取りまとめようとしていました。これもすべて兄の頼家が武闘派の将軍として振る舞ったのと同様に、幼少時の経験が朝廷重視の政策へと実朝を駆り立てていったと言えます。ですが晩年の頼朝の入内工作が御家人たちの反発を買っていたのと同様に、実朝の朝廷接近策も御家人たち、特に北条氏の反発を招いてしまいます。後鳥羽上皇も実朝を通じて鎌倉幕府を実質的に支配下に収めようとしており、御家人たちにとって実朝の朝廷への接近は自らの利益を犯すものと映ってしまいました。この結果、実朝と北条氏をはじめとした御家人たちは相容れない存在となってしまい、悲劇的な結末を迎えることとなります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。今回の歴ショックはいかがだったでしょうか。いいなと思っていただけたら高評価とチャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけるとチャンネル登録画面に移ります。歴ショックでは Twitter、ウェブサイトでもたくさんの日本史情報を発信しています。概要欄に詳細が記載されているので、よかったらチェックしてみてくださいね。